皆様ご無沙汰しております。谷秀です。元気にしてましたか？久しぶりの YouTube の更新になります。はい。で、今日は9月1日ということでですね、いよいよ毎年恒例の谷秀の一大イベント、練馬文化センターのワンマンコンサートが来月に迫ってまいりました。はい。なのでね、動画を回しているんですけれども、まあ、動画を回した理由は他にもありまして、っていうのもね、今年の4月ぐらいから生活がすごく、生活サイクルがめっちゃ変わりまして、まあ、自分で変えたんですけれども、はい。まあ、そのサイクルの中でこう落ち着くまでにね、すごい時間がかかったっていうか、最近になってね、ようやく落ち着いてきました。はい。ただもう少し早くね、こういう形で動画回せればと思ってたんですけど、CD のね、落ち着いた頃に練馬の10曲アルバム毎年出すって決めてたので、その CD の制作が入ってきまして、うん、プラスね、7月の末に帝京大学で対面授業という形で講義をさせてもらって、そこで5曲作ったんですよ。うん。で、学生たちへのプレゼントの意味も込めて、よし CD にしようというふうに決めてですね、練馬の10曲のアルバムと、帝京大学の5曲入りのミニアルバムを、10月14日の練馬文化センターのワンマンコンサートで、まあ、同時に発売することが決まりました。はい。なので2枚の CD の同時制作ということでね、まあ7月ぐらいからまた落ち着いてきた頃にドタバタっとしてしまいまして、はい。でようやく、帝京大学の CD の方がレコーディングも終わって、ジャケットも大体出来上がって微調整の段階になったので、まあ落ち着きまして、はい、おかげさまで落ち着きまして、練馬の CD の制作のみとなりましたので、とはいえね、練馬の CD の制作はまだ半分ぐらいですね。うん。大体落ち着くのが多分9月の中旬ぐらいになる予定ではありますのでね、そこまで、頑張っていきたいなと思っております。はい。で、今後の谷秀の活動予定なんですけれども、今月のまず9月18日の日曜日ですね。はい。こちら毎年恒例のぬくい図書館での練り歌コンサートが あります。はい。で、ありがたいことにやっぱ毎年続けてるっていうことだと思うんですけど、予約当日その次の日ぐらいにはもういっぱいになっちゃって、キャンセルの待ちの状態だそうです。本当にね、興味を持ってくれて嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい。毎年のね、楽しみにしてくださってる方もいると思いますしね、ありがとうございます。新しいライブが決まりまして、9月の23日金曜日祝日ですね、トップインドアステージ氷川台で、ライブをさせていただきます。まあ、フルスというか、自分が東京に来たばっかりの時にテニススクール、そこでですね、コーチとして4年半ぐらい働かせてもらったんですけれども、うん、そのご縁もあって、今のそのオーナーさんがね、私のことを思い出してくださいましてね、イベントでどうって言ってくれたので、うん、そうやって思い出してもらえるのもね、すごく長く活動を続けてるからだと思うので嬉しかったですね。はい。で、こちらのイベントでのライブは入場無料で、そして一般の方も入っていただけるということだったので、よかったらですね、13時から13時半まで歌ってると思いますので、見に来てもらえたら嬉しいです。で、10月14日練馬文化センターのワンマンコンサート、2枚の CD 同時発売日でもありますね。はい。で、11月の上旬にもですね、お声掛けいただいているイベントがありますので、そちらでも歌わせてもらう予定です。こちら詳細決まり次第と、なりますけれども、詳細お待ちいただければと思います。ここ最近だとね、9月、10月、11月で合計4本のライブが決まっているので、うん、なかなかハイペースというか、うん、いい感じなのかな。うん。加えましてね、数日前にね、配信ライブを久しぶりに、ちょっと3曲ぐらいですけどね、やらせてもらったんですけれども、うん、まあ、こんな感じで、配信ライブもちょくちょくと今後はやっていければと思っております。まあ、とにもかくにもね、今は練馬のアルバム10曲をしっかり完成させて、練馬文化センターのワンマンコンサートに向けて準備をするというところでありますので、どうか皆さん楽しみにしていてください。
じゃあ今後はねちょくちょく更新しますので、あまり開けないようにしたいと思います。じゃあバイバーイ。